はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回はこれはメトロラストライトリダックスのメイン画面なんですが、ストーリーを無事に全部終えて、それで終わりじゃなくて、これリダックス版なので DLC ストーリーが全部入ってます。なのでこういう人物だったりこういう舞台だったりする別の人の視点でサイドのストーリーをプレイすることができると、これを引き続きプレイしていこう。メインストーリーは周期的に投稿してきたんですが、実際にプレイしていたのは何ヶ月も前のことなので、どこの場面のことなのか分かるかちょっと微妙なところだけど、やっていこう。カントがあんな視点もある。じゃあ早速一番上の重装備部隊からやっていこう。ファシスト最前線、ヘッドライン部隊の前進を止める。プレイスタイルはサバイバルで、難易度ノーマル。我々は対戦に最終戦争に備えなければならない。そしてこの戦いは我々の勝利で幕を閉じるだろう。もはや帝国軍の武力をもって敵に挑むほかないのだ。ハイエナどもが D6 を明け渡さないのであれば力で奪うしかない。帝国万歳。重装備部隊、完全に敵側の視点だな。あ、早い早い、始めるぞ。ミニガン持ってる。ハンス、うわー、めっちゃ最前線。うわうわうわ、さあ久しぶりだよ。あ、来てる来てる来てる。出て出て、おお、すげえ来てる。ランチャーみたいに持ってきてる。出て出て出て、まだまだ来る。これ弾どんくらいあるんだ。これまだ来る。あ、出てた。リロードしよう。弾がある。突撃兵、手を回転させて、いた、ほら、赤い赤い赤い、めっちゃ来るな。そこにいる。そこにもいる。倒して、収まった。弾補給、スナイパー、スナイパーミニガンで倒せるか。銃、お、スナイパーライフルじゃない、レールガン。チャージする必要があるってことは、これか。あ、これ手前にあるな、ゲージが。よし、スナイパーさっき緑で光ったな。いた、あ、触れちゃった。これ壁抜きできんの。これできてる。お、できてる。リロード、また光ったな。いた、よし、まだいる。うわ、あんなとこにいる。おお、すげえ壁抜きできるよこれ。おらおら、リロード、いた、倒して、また右上いる。よし、あ、チャージの火が早いかも。チャージチャージチャージ、
て、おっと、なんだあれは、シールド、シールド、これレールガンで壊せるの、壊せる。あのミニガン走行やんないと。そして盾もリロード、頭当たってる。グレネードとかどうさ、リロード、あ、盾が守ってる、効いてる効いてる。お、倒れた、弾補給。いいか、ハンス、銃火器専門のお前にはこういう武器がお似合いだ。盾みんな倒れた。なんだこれは、なにこれ、ランチャー。その前にあの辺に撃ってみる。なるほど、取っとこう、大事かもしれない。これだ、スナイパーがいるな。まだどうだ、側面、出てスナイパーがいるな。こっちはそんなにいないけど、出る、グレッポの出番、カモン、よいしょ。これミニガンの方がいいんじゃないの、どうだろう。よし、ミニガン使おう。おらおらおら、これ時々止まっちゃう。でまだまだ来るな。どんどん走行が熱くなっていってる。まだいるよ敵。ね、リロードして、なんかが右から来てる。戦車ならメインストーリーでスナイパーっぽいものを使ったような。タイヤとか撃ったら、待てよ、グレポンもあんのか。よいしょ、どうさ、おーっと、危ないな。グレポンじゃダメか、こっちと車輪とか破壊できない。危ない、チャージして、車輪じゃないのか、敵も来てるな。お、いて、何かに当たったっぽいぞ今。治療、あの上の方、いて、死ぬ、治療さん。おお、まだか、おお、いった、よし、すげえ時間かかった。お、帝国万歳。いや、なんかまたちょっと動いてるけど、
帝国バザイ、バザイ、帝国バザイ、帝国バザイ、バザイ、バザイ。さて、じゃあすごい短いかもしれないけど、一つごとのチャプターで切っていきたいから、今回は重装備部隊で終わりにするかな。他のサイドクエストがどんくらいの長さなのかよくわからないけど、じゃあ次回はクシャトリアやっていこうと思います。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。